こんにちは、整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はお客様のお宅での収納棚のお片付け事例をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お片付けをしたのは 3LDK のマンションに4人家族でお住まいのお客様のお宅の収納棚です。それぞれの個室についたクローゼットや押し入れ以外に廊下に3箇所収納棚がある間取りのこちらのお宅。そのためストック品などが点在しがちで、あれどこに行ったとご主人に聞かれることもしばしばだったそう。また廊下の2箇所の収納棚は奥行きが深く使いづらいことにもお悩みでした。こちらは和室の横にある収納棚です。ここには主にストック品を収納されていましたが、よく見るといろいろなものが混在しています。真ん中の段にはマスクや細々した雑貨が直置き状態、奥に入っているものも取り出しづらくなっていました。その上の段にもティッシュやキッチンペーパー、おむつなどのストック品がなんとなく収納されています。下から2段目には主に掃除用品が収納されていましたが、ボックスの中身をよく見るとポケットティッシュも混在していたり、掃除用品のストックの奥にはこちらにも袋入りのマスクのストックや、その下のボックスには裁縫道具が収納されていて、裁縫道具の中に入れるのが手間なこともあってか、マスクのストックが入ったボックスの中にも刺繍糸が混在していたり、モバイルバッテリーもちょい置きされていました。また掃除道具が入ったボックスの奥にも収納用品用のキャスターやバッテリーの箱が置かれています。さらに一番上の段には使用頻度の低い雑貨や家電の箱、思い出品が入ったボックスも収納されています。一番下の段には引き出し式のケースが2種類置かれていましたが、こちらの周りにもストック品などがちょい置き状態。大きい方の衣装ケースにはもともとお子さん用のブランケットなどが入っていましたが、事前のお打ち合わせ後にそちらは押し入れに移動していただいたので中身はほとんど空いています。そして小さい方の引き出しには文具や雑貨、旅行用品、工具などがなんとなく収納されていました。ちなみにストック品は廊下の収納棚以外にもあり、棚の向かいの洋室のラックには大量の水が収納されています。ふるさと納税で注文しているお水が定期的に100本ぐらい届くそうで、できればこのお水も収納棚に置きたいとのことでした。さらにその横のストッカーにもマスクが収納されているため、マスクも管理しやすいようにまとめる必要がありました。続いてこちらは玄関寄りの収納棚です。こちらもいろいろなものが雑多に詰め込まれてしまっていることにお悩みでした。上段には空き箱やラッピング用品が置かれていたり、その下には雑貨類やフリマアプリで売るための商品、梱包用品などが収納されています。さらにその下には自転車のバッテリー充電器やアウトドア用品、防災用品などが収納されていましたが、実はこの収納棚の扉の部分には使用頻度の高いバッグがフックにかけて収納されています。できればこのバッグも収納棚の中に収めたいとご希望でした。そしてこちらはリビング横の収納棚です。こちらは他の2箇所の棚よりも幅が狭く、奥行きも浅い収納棚になっています。ここには使用頻度の低いアイロンやジッパーバッグやビニールバッグ類、よく使う書類や文具などが収納されていましたが、こちらの細かく分かれた引き出しはいろいろな文具が混在している状態で、どこに何があるのか分かりづらくなっていました。その下の段には取扱説明書などの書類が収納されていたり、一番下の段には引き出しを使って冠婚葬祭用の封筒やレターセットが収納されていましたが、やや中身が見づらかったり、一番大きい引き出しには主に茶封筒が収納されていましたが、サイズ的に引き出しに入らない封筒が一部引き出しの上に置かれていたりと、やや分かりにくい状態になっていました。このように収納棚のしっくりいっていない点を踏まえて、もっとどこに何があるか分かりやすく出し入れもしやすい収納に改善することを目指して作業をスタートしました。まずそれぞれの棚に入っているものを出しながら整理分類していきます。その際にどの棚がどんな役割なのかということを改めて整理しながら分類していきました。まず和室横の収納棚は主にストック品や掃除用品の収納スペースとして役割を整理、玄関側の収納棚は使用頻度の低い雑貨をまとめて物置に近い役割にすることにしました。そしてリビング横の収納棚は小物や書類の収納スペースとして改めて役割を定義しました。この役割に沿って
まずは和室横の収納棚に入っていたものから和室のスペースに物を分類しながら出していきます。そして一通り出し終わったら、今度は玄関側の収納棚のものも同じように分類しながら出していきます。続いて物を出して空いたスペースに決めた役割に沿って物を収納していきます。和室横の収納棚下段はお手持ちの大きい衣装ケースを5つ使って棚の横幅に合わせて2列に並べて、大人用や子供用のマスク、ティッシュなどの消耗品を収納していきました。そしてその上の段はちょうど収まる高さに棚板を調節してペットボトルの水のストックを収納。さらに衣装ケースの上のスペースにはかさばるおむつのストックを収納しました。今回奥行きの深い収納棚を攻略するためにお客様に事前にご準備いただいたのがこちらのソフトボックスです。 3COINS のもので、高さのあるタイプと高さが半分のハーフタイプをそれぞれご用意いただきました。実はこちらのボックス、今回のお宅の和室横と玄関側の収納棚2箇所のサイズにぴったりの大きさ、奥と手前にぴったり2つ、そして横並びにもぴったり2つ置ける大きさでした。こちらのボックスを使って細々した掃除道具や掃除用の消耗品のストックを使用頻度で分類しながら収納していきます。そして収めたボックスは使用頻度が低いものは奥、使用頻度が高いものは手前と分けて配置します。続いて玄関横の収納棚です。下から2段目は奥にかさばるアウトドア用品を配置し、手前に浅いボックスを使って細々したアウトドアグッズを収納します。もともと和室横収納の引き出しにあった旅行用品は深いボックスに、使用頻度が高い自転車用品は浅いボックスに詰め替えて、旅行用品は奥、自転車用品は手前という形で配置してきました。さらにフリマアプリ用の梱包資材もボックスに詰め替えました。そしてフリマアプリ用の商品と梱包資材を真ん中の段の奥に配置したら、その手前を普段よく使うバッグの収納スペースとして確保。その上の段には季節用品や使用頻度の低いバッグ類、思い出グッズなどを収納しました。そして最後はリビング横の収納棚です。こちらは細々した文具の量が多かったので分かりやすくなるように改めて分類し直しました。細かい引き出しに入っていた文具も分かりやすいように用途別に整理し直しました。そして整理できたものを棚に戻して作業は完了。では早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まずは和室横の収納棚のビフォーアフターです。ストックスペースとして役割が明確になり、十分な余白のスペースも確保できました。一番下の段は左側の衣装ケース2つにそれぞれ子供用と大人用のマスクをまとめました。点在していたストックをかき集めたらかなりの量になったので、お客様もこんなにマスクのストック必要ないですねと驚かれていました。右側の列は一番上の段に主に除菌シート、2段目にお尻拭き、3段目にティッシュのストックを収納。シールで中身をラベリングしているので、ご主人でもストックの場所が分かりやすくなりました。そして衣装ケースの上も活用しておむつなどのかさばるストック品を収納しています。今回別のお部屋にあったお水のストックも収納棚にまとめたいとご希望でしたので、大量のお水が収納できる専用のスペースを確保しました。ちなみに届くときは100本近くまとめて届き、1段分丸々埋まってしまうため、その上の段もストック収納スペースとして確保。これでお水の余りやその他のストック品があっても溢れることなく収納できます。上から2段目は掃除道具コーナーにして、よく使う掃除道具は取り出しやすい浅いボックスに収納。その奥にはよく使う掃除用品のストックを収納しました。右側手前にはさっと取り出せるところに置きたいとご希望だったお子さんのオート処理グッズを収納。その奥には使用頻度が低めの掃除用品をまとめました。そして一番上の段にはアイロンやお子さんの手の届くところに置きたくない工具などを収納しています。続いては玄関側の収納棚です。こちらは使用頻度が低めのものや玄関に近い方が便利なものを中心にまとめました。もともとは収納棚の扉によく使うバッグがかけられていて、見た目も使い勝手も今一つな状態でしたが、物を整理して配置を見直したことで収納棚の中にバッグの置き場所を確保、一番出し入れしやすい高さに配置することができました。バッグの奥にはフリマアプリ用の商品と梱包資材を配置、
一番上の段にはボックスを使って、手前に使用頻度の低い思い出グッズや三軍の雑貨類、奥にはボックスに入らない思い出品や使用頻度の低い家電を収納。2段目には冬用のロングブーツや季節の飾り物、ラッピング用品やショッピングバッグ類を収納しました。そして下から2段目は手前に浅いボックスを使って、細々したアウトドア用品や自転車グッズ、奥にかさばるアウトドア用品や旅行用品を収納しました。そして最後はリビング横の収納棚です。こちらは他の2箇所に比べるとそこまで大きく変えてはいませんが、細かい部分の使い勝手を改善しています。和室横の収納棚にあった手芸用品はリビング側に移動、細々した文具が混在していて分かりづらくなっていた細かい引き出しは付箋、クリップ、ホチキスなどそれぞれの引き出しの役割を決めてラベリングしました。その他サイズがまちまちで点在していた茶封筒はファイルボックスに入れて1箇所に集約、量が多かったノートやメッセージカード、レターセットなどはスペースに余裕を持って分散させ、どこに何があるか分かりやすく改善しました。では今回の収納棚のお片付けのポイントについてご紹介します。まず一つ目のポイントは、各収納スペースの役割をはっきりさせるということです。今回似たような収納棚が複数あったことで、それぞれの役割が曖昧になり、物が点在してどこに何があるか分かりにくい状態になってしまっていました。それを和室の横は主にストック品と掃除用品、玄関横は外で使うものや使用頻度が低いもの、リビング横は小物や書類と役割を明確にしたことで、どこに何があるか分かりやすくなりました。そしてもう一つのポイントは、深い奥行きをボックスで区切るということです。もともとは細々したものを直置きしている箇所が多く、奥行きを持て余してしまったり、奥のものが取り出しづらい状態になってしまっていました。今回棚のサイズにぴったり合ったボックスを活用することで、空間を無駄なく仕切りつつ、使用頻度も考えた配置にすることができ、高い場所のものも出しやすく収納できるようになりました。では最後にお客様からいただいたご感想を紹介します。我が家は備え付けの収納棚があり、奥行きが深く使いづらいと感じていました。流行りの収納用品を買って満足し、使いこなせずそれに適当に詰めてみたり、部分的に整理してみてもしっくりこない日々を過ごしていました。今回の企画を見て、一人では全部出しはできないが、一緒なら頑張れるのではないかと思い、勇気を出して応募しました。片付けといえば捨てるように言われるイメージがありましたが、七尾さんは処分するように言うのではなく、あるものを工夫しながら整理整頓してくれました。またどういうふうにすれば使いやすいか作業しながら聞いてくれるので、終わった後本当はこうしたかったのにということもありませんでした。事前コンサルの際には片付けに関して自分自身どうしたいのかわからないで悩んでいましたが、七尾さんが傾聴してくれ、少しずつイメージを明確にすることができました。いつも片付けを行ってもなんだかしっくりしていなかったのは、物の場所を明確にしていなかったからなのだと感じました。自分の中でイメージして置き場所を作ってあげることが大切だと分かり、これから他の場所も片付けていきたいと思います。本当にありがとうございました。収納棚が使いやすくなったことで収納のコツもつかめたようで、私もとても嬉しく思います。いかがでしたか？物が分散しがちだった収納棚が分かりやすく管理しやすいスペースに改善しましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。